島東洋カープ対読売ジャイアンツのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはカープの先発トコダン。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりはどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。さあ2球目は何か。あそこは手が出ないでしょうね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。あっという間に2ストライク。打ちました。バッターは DH 柳田。トコダ、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーはトコダ、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。アウトコース打ちました。バッターは3番の坂本。ツーアウトになっています。インコース詰まりました。さあこれからジャイアンツが守備につきます。田中が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。スピードボールを持っています。インハイ際どいコース、ボール先行です。さあ3球目は何か。いいボールですね。インローのストレート、力のあるボールです。156キロ、胸元へ持ってきました。ストライクです。2ボール2ストライクです。インコース詰まりました。バッターは2番に入っている菊池。金田、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。3番バッター吉田。2アウトランナーありません。インサイド押しました。2回になります。ジャイアンツの攻撃、打順は4番丸。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える中盤の攻撃です。外の低めです。ノーボール2ストライクです。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。打順は5番吉田。トコダ、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球はボールになりました。打ちました。バッターボックスには6番中村。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は打ち、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね、さあ何を狙っていくか。インコース詰まりました。バッターは7番に入っている浅村。ツーアウトになっています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。次が2球目。2回の裏、さあカープこの回は4番から始まります。バッターはブランコ。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0です。見送ってストライク。ここは150キロを超えてきます。ちょっと合わないようです。ワンボールツーストライク。インコース詰まりました。バッターボックスには指名打者のウィンターズ。金田、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが初球。空振り。打ちました。6番バッター中村。ツーアウトランナーありません。
さあ初球は何か。初球ヒー、左中間へ打球伸びる。3回の表ジャイアンツの攻撃、打順は8番鈴木。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える。ライト方向を流しました。バッターは9番に入っている小林。トコダ、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックスには代打の山本。トコダ、まずは先頭バッターを打ち取っています。打った、レフトに大きな打球。打順は1番に帰ります。バッター亀井、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットで、これも初球打ち。バッターは今日 DH に入っている柳田。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。また初球、ここでジャイアンツ守備を変えてきました。これから3回の裏、7番から始まるカープの攻撃。丸が打席に入ります。ジャイアンツ得点に動きはありません。いい当たり。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている梅野。金田、まずは先頭バッターを打ち取っています。際どいコースに送ってストライク。スピードボールを持っています。いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい、ストレート空振りでストライク。ノーボール2ストライク。見逃し三振。バッターアウト。バッターは9番に入っている野間。ツーアウトランナーありません。初球は何で来るか。ふわふわっと上がった。打順はトップに返って田中。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に。ランナースタート、インサイド打った。回は4回の表、ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンアップから始まります。バッターボックスは3番坂本。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。ふわふわっと上がった。さあ、そしてバッターボックスには丸が入ります。ここは好打順ですから勝負どころですよ。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、もう終盤ですから、今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。さあ、外してくるのか。外のボール打っていった。さあ、そして打席には吉田が入っています。いい場面でいいバッターが続きますね。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあ、このチャンスは逃したくないですから、ここで得点してしまいたいですね。なるほど、そうですね。ふわふわっと上がった。カープ4回裏の攻撃になります。続くバッターは菊池。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。バントして空振りになった。よどい球、わずかに外れています。155キロ。ランナー一斉にスタート、インサイド打った。さあ、そしてバッターボックスには吉田が入ります。怖いバッターが続きますね。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、ピンチは続きます。まず際どいコースをついてきました。2球目は何で来るか。走ってきた。小宮山さん、今のホームスチールどうご覧になりましたか。まあ、ホームスチールなんてものはそう簡単に成功するものではないですよ。ですよね。変化球打った、一塁アウト。これで3アウト、試合終了。チャンスは作りましたが、サヨナラには至りませんでした。ゲームは引き